会員限定のフラペチーノ出たん知ってる？ウチブルーフラペチーノ絶対まずいで、あれ絶対俺絶対美味しい。結構さ、なんかインスタグラマーとかさ、こうやってさ、うん、新しい限定のハロウィン限定の出ました、飲みましたみたいなさ、写真とかよくおるやん。映えやん。俺絶対買わんね、そんなこと絶対やらへんね、これ持ってめちゃくちゃ映えるやん、うーみたいなこと絶対やらへんね。めっちゃでかいやん。なんであれ飲むか。飲むか。てかさ、まず言いたいのは、写真ここに貼っとくけど、まずこのなんかホイップクリームの適当さな、間違いない、アメリカの雑さやばいよな。こう見てほしい、これなんかもう種みたいな。なんなんそれ、何味だと思う。これハロウィンやからさ、多分かぼちゃ、かぼちゃやね、パンプキンやな、パンプキンやね、うん、なんかさ、なんとかなんとか芋って、青い芋ってタロイモ、ベニーモや。違う、それ地域で差出てるそれ。紫芋、いや、紅芋やん、紫芋やん、紅芋やん、何、タロイモ、タロイモや、タロイモや、どこ、あー、どこ出身でございますか。紫芋に見える。とりあえず飲むか、じゃあ、怖っ。何味、味はやっば、これ何。ここなんかシュワシュワする。炭酸、違う、やばい、これ何味、何想像してる味と全然違う。ほんまにさ、紫芋ってさ、うん、芋やと思って食うけどさ、色が違うからさ、なんか全然さ、なんか頭こんがらがるやん。わかる、言ってるけど分からへんね。あ、だから色頭で芋と思って食べてるからってことやろ。そう、あ、なんか何味なの、酸っぱい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 、何味、分からん。酸っぱい、酸っぱい、フルーツ系ってこと。あ、全然甘くないで、これ甘くない、うん、全然甘くない。俺味覚おかしいかな。そのつぶつぶは何なの。キウイちゃん、キウイ。絶対違う。絶対違う。なんかこの種だけ食べられへんの、めっちゃまずいし。まずい、でもさ、まずい、あんま甘くない。ちょっと飲んでみえ、薄ない味、薄い、全然なんか想像してるのと違うくない、なんか薄ない、味しやん、味すんない、味しやん、味しやん、野菜の味する、え、味しやん、あの、あれ、はいはいはい、はい、水分多すぎる、ちょっと腐りかけのキュウリの、キュウリの味がする。キュウリ、キュウリ、あんま美味しくなくない。うん、美味しいか美味しくないかで言ったら美味しくはない、美味しくないよな。じゃあこのさ、なんかめっちゃ紫やんか、うん、なんかめっちゃ甘そうとか、なんか味濃そうやん、味しそうやん、せんもう全く、めっちゃショックやねんけど。これで390カロリー、これ1食分、これだったらマジで2食分ぐらいになる。6ドル以上したで、これ残念。チーン。調べたらオレンジの味らしいです。これ多分日本には来てないと思うんですけど、アメリカとか他の国で飲んだ人はコメント欄に感想を教えてください。では次の動画でお会いしましょう。ピース。ハロウィン限定のフラペチーノ出たの知ってる？知らん。知ってるんか俺。